せっかく秋葉来たのにめっちゃ雨です。はい、ホビー天国の前の謎ガチャに来ました。はい、こちらの引き上げが出た方はレジまでお持ちくださいだって。よし、行きましょう。いいから、下がね、開いてんの。上全部売り切れだから。上全部売り切れだね。じゃん。はい、スターウォーズの缶バッジ外れです。行きます。今度はこの右側やるね。2回目だから。やばいのが入ってる。あ、これだ、時計。これね、300円のやつ。これね、欲しかった。もうこれは当たり。はい、ということで雨の秋葉原のホビー天国のお店の前にあったうつガチャ、闇ガチャ、まあ、うつガチャか。秋葉原ってなんか謎ガチャのことをさ、うつガチャって言いがちだけど、まあ今回のところはぶっちゃけ全然マシ。他のところより他がクソすぎて、本当に今回マシだよ。こちらです。まあ、1回目出てこれが出たんだけど、俺ももうね、田舎のね、謎ガチャって結構ね、300円のものが100円で売ってたり、200円のが100円で出てきたりとか、結構そんな感じなの。大概200円のが100円で出る感じだから、そんなのを期待してて、初めにこれ出たから、ちょっと動画ではがっかりしてる感じなんだけど、あのね、後から考えるとね、これね、全然当たり。まあ、1個目に出たのはこちらですね。100円だっけな、これ。違うわ。1回200円だ、これ。そうだ、一回200円でこれだから、外れでも当たりでもないと思う。これ多分ね、定価ね書いてない。缶バッジコレクション、スターウォーズ缶バッジコレクション全10種類、うん、まあ、この中で当たりはもちろんカイロレンだと思うんだけど、あ、裏真っ黒じゃん、裏真っ黒じゃん。まあ、いくらとは書いてないけど、多分これ200円ぐらいでしょ。しかもカイロレンっていうことで、これは全然甘し。だってこれ飲み物のおまけじゃないでしょ、多分ね。2個目なんてもう当たりとかいうレベルじゃないよ、多分。もう大当たりもいいとこ。あ、びっくりした、引き換え券入ってんかと思った。引き換え券入ってたら今頃引き換えいけねえよみたいな。また秋葉行かなきゃみたいな。これ知ってます、これね。あ、つーか、おっち温泉ウォッチなの。あのね、防水ではないんだけど、あの温泉とかのさ、あのロッカーの鍵みたいな、うん、服入れたりするとこの鍵、それの時計版なんだよね。うん、まあ、それをモデルと、あの、この鍵をモデルにした時計な。これ結構流行って話題になってて、これ第2種類目か、シーズン2か。まあ、いろんな数があって、まあ、ラッキーセブンでしょ？とか、これ。37、なんだろう。いいな。いい国。よろしく。演習率。まあ、こんな感じですね。レッドカバー。あ、なるほどね。これね、確かに1回300円、ほら。一回300円が200円でだから、秋葉原のガチャにしては、これね、もう大当たりどころか、もう、神。あれ？何これ？え、なんか入ってんだけど。カプセルトイレ世界を平和をっていうのは、チラシなんか入ってんだ。珍しいね。キナッセ熊本。あ、熊本の地震の時のなんかやつで。あ、そんな感じかな。カプセルトイレもちょっとは、うん、プロジェクトに参加していたんだね。で、使用方法がありまして、まあね、どんなやつかっていうと、俺も知ってるんだけど、結構 YouTube でも紹介してる人多くて、結構これ大人がハマってたみたいで。こんな感じで出すと、まあ、時計が出てくると。んで、どっかの絶縁テープを抜くみたいな感じでしょ、多分これ。まあ、こんな感じよ。だから腕にこう巻いて、これ、バネだからね。サイズ関係なく巻ける。で、こう、うん、これでも全然、え、お前どうしたのみたいになるけど、あ、ガチャポンのやつね、みたいになると思うんだ。で、出すときは、ここ、あ、下から押すんか。で、こう時計見ると。もちろんしね、付けやすくはないけど、いいと思う。あとね、これね、あのね、まあ、レビューで見たんだけど、YouTube の、誰かの、結構おじさん系 YouTuber がレビューしてたんだけど、これね、後ろネジで止まってるだけだから、電池交換が、あの、しやすいらしいんだよね。ちゃんとこれ説明書も書いてあるから、いいね。ほら。ボタン電池。ちゃんと、CR2016。これ、たまごっちとかと一緒かな、昔の。ハネルッチと一緒になった気がするな。まあ、いいか。で、時計の合わせ方もちゃんと載ってますけど、まあまあ今日はちょっとつけません。てかしばらく、あの時計には別の結構いっぱいあるから、ちょっとそっちは電池が切れてから使おうと思います。はい。OK、300円が出ました。ということでね、ホビー天国の前の200円ガチャは正直当たりです。ただ、また別の動画で出しますけど、
まあ、秋葉原のガチャ、打つガチャはひどい。あのね、秋葉原のが、何が入ってるか分かんないガチャは、ほんと打つガチャ。で、田舎とか、結構みんなの近所とかにありがちなやつは、何が入ってるかお楽しみって書いてるやつは、謎ガチャ。何が入ってるか分かんないだけ。秋葉原のは打つガチャ。それをね、ご理解していただいた方がいいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた。はい、さっきの缶バッジなんですけど、ちょっとよく見たら、見てこれ。手作り感がやばい。これ手作りのやつではないんだよ。同人のやつでは。ちゃんとしたやつなんだろうけど。やばい、こことか見て。俺がさ、ボタン、なんだっけ。ボタンなんか、100均のやつで、なんかね、ボタンのやつで、手作りで作ったやつより、俺こんなミスしないもん、俺が作ったやつ。俺が前手作りで作ったやつよりクオリティが低いっていうね。すごいです。はい。Please subscribe.